リンヨです。マナさん、マルです。カネです。いやよろしくお願いします。蜂の攻撃してるポーズ、はい、覚えてた、はい。覚えてた。覚えてた。前やらなかったからちょっと不安だった。はい。はい、今日はあの僕らの都市農業公園っていうところに今来てまして、はいはい、丸沢がもともとね NHK の方で番組をやってたじゃないですか。はい、やってました。そうですね、はいはいはい、高校講座生物基礎、はいはいはい、バリバリの教育番組に出ていました。そうそう、で丸沢がスズメバチの研究してたりとか、はい、生き物に興味あるから、うん、まずはそういう番組をやるんじゃないかと思って。なるほど、はい、まあ、その時は僕もね当然出演する形になると思いますので、うん、ちょっと練習がてら教育番組的なことをできたらなと思って、はいはいはい、なるほど、はい、あの探検家みたいな帽子もかぶってきましたし、本当だ、うん、はい、こんなにやる気の瓶をお兄さんだよあ、やる気だこういう感じでいいんでしょそれは怒られるやつじゃあ早速行きましょう、行ってみましょう、ちょっと楽しみだこれ、はい、何か見つかりました。ねえねえ、ちょっと来て来て、何もう来てるよ。桜の葉っぱのここに注目、はい、なんかこう粒々が2つあるよね、はい、ポチポチって、あ、だから粒粒って言ったんです。そう、粒粒が、粒粒が2つってことはかける2で 4個ってこと、そういうことになるねそうでいいんだこれ桜はここのところからも蜜出してるんですって。あ、そうなんだ、うん、花の外の蜜腺で花蓋蜜腺って言うんですけど、はいはい、ここ実際ね舐めてみると、うん、結構甘いんですよ。ああ、そうなんだ。はい。まあやらないですけど。みんな味とか気になるよね。あ、まあ味が気にはちょっとはなるけど、うん、僕は舐めません。あら、味が気になるよね。いや大丈夫です。あれ？いやまあまあ気にはなるけど。あれ？気にはなるけど、うん、まあ大丈夫です。ねえねえ見て見て。こっち側にあの軍配虫がいっぱいいますね。あの行事軍配の軍配、はい、気も、はい、気持ちいいですね。気持ちいいですよね。気持ちいいですよね。気持ちよかったわ。こいつ番組持つ気あるのかな。花がいっぱい咲いてるね。この花もすごく綺麗だよ。経験者は違うねやっぱり。みんな。お花の名前なんだか知ってる？いやちょっと花わかんないですね。アグロステンマって言うんだ。アグロステンマ。すいません。ちょっと匂いに敏感なんで。大丈夫？ごめんなさい。ちょっと匂い強いなこれ。風が強いから匂いが結構。まあ、確かに花の匂いすごい。これ なんかどういう花とか、かっこいい名前の花だよアグロステンマ、これだ、ペガサス星矢みたいだねキグナス氷河みたいかい今の子には伝わんないからダメなのよ。片玉ねぎがいっぱいありますね。片玉ねぎ、今の疑問の言い方いいよおう、そういうところはちょっと寄せていこうかな。そういうのいいと思う、うん、この状態でも今はハタマネギ、そうそうそう、でかくなると「あ、タマネギ」みたいな、玉がでかくなるとあのでかくなったらタマネギです。ああそうなんだこの状態だったら上から下まで全部料理に使えるよっていう。ああ、うん、上使うことある、まあ、要するに炒め物とか。ああ普通のネギとして使うんだ。そうそう、これをこの状態のやつをすき焼きとして使うと、うん、ざく切りにして入れたりすると結構美味しいよ。うん、はい、いやちょっと僕はすき焼きとかあんま食べれるレベルの人間じゃないのでちょっとすいません、なんかごめんなでかい枝豆だこれねえ、うわでかい枝豆、やり方によってはこんだけ大きくなる。あのリオさん、リオさん、そら豆です。でかい枝豆です。いや、めげねえな。いや、めげねえ。いや、でかいけどね。確かに。豆か、そら豆です。はい。あんま好きじゃねえんだよな。あら、ちょっとあんまそういうの言うと、そういうのあんま言うと、まだあれです。はい、あの。ちゃんと美味しいそら豆に出会ってないんで、いいように、はい、いいように言った。本場のやつを食べればきっと好きになるはずなんですよね。いいように言うなこいつ
腹立つ顔うわ超いい香り。なんすかこれ。あれですよ、嗅げばわかります。嗅げばわかる。はいはい、どうぞどうぞ。匂い、はい、あ、まあ匂いはするけど。何これ、名前は。ローズマリー。わかるかあれ、俺別に嗅いで分かる人間ではないです、ごめんなさい。あ、そうなんですか、はい、嗅げば分かると思ったんですけど。誰でも嗅げば分かると思ったら大間違い俺は分からない。あ、いいね、なんかいい感じ。こういうなんかこういう始まり方あるよね、なんか NHK とかね。あ、いいですよ。あ、いい、あ、いい感じになってきた。あの高速道路の橋いや確かにその金木犀だけど懐かしい、懐かしいな。ぜひお聴きください。いやいやいや、この入りマストなわけじゃないからね、これね。顔近くて映りやすい。ああ、なるほど。はいはい、なんですか。トコギスっていう植物みたいなんですね。あ、はいはい。これを見て、うん、泣かぬなら殺してしまえ、ホトトギス。いや、鳥の方だな。オザドムラグが言ったんだ。つけもんだ。そりゃうつけもんだな。どうした？え、なに？あれ？そっくりみたいな教えくれた。いや、確かにこんな感じのあるけど。ここだ。ここだじゃない。多分ここではない。ここではない。ここで撮っていない。リンゴさん。はい。ちょっと全然 NHK っぽさが、教育番組っぽさが出てないんで。はい。はい。ちょっとあの、リンゴ味がね、強いんですよ。あ、本当に。はい。ちょっと NHK 味を出してもらってもいいですかね。まだまだちょっと頑張るわ。頑張ってください、お願いします。ここ紹介するちょっと感じで。あ、はあ、はあ、はあ。さ、今僕はこの池に来ています。あ、いい感じだよ。ここはどんなところなんでしょう。ここに説明があるんでちょっと読んでみよう。あ、いいよ。あ、いいじゃん、すげえ、ちゃんとできんじゃん。ここはなんと池です。台無し。いや、都市農業公園ですよね。よかったっすよね。いやー、すっごく楽しかったね。怖っ怖っ怖っ。全然やってくれないからすぐビンオ味出すから。いやー、なかなか俺的にはできてたと思うんだけどな。いや、後半良かったですよ。本当？うん、あの、ね、あの調子で毎日いてくれてもいいぐらいだった。本当？よかったよかったね。あの公園自体もいいところって丸沢がベタ褒めだったから、かなり良かったですね。俺のやりたいこと全部やってた。あの、いくつか農業公園行って、なんか、はい、結構がっかりすることが多かったから。いや、そうなんですよ。どうしようって思ってて、うん、来てみたら、いや、めちゃめちゃ良かったですね。いや、めちゃめちゃ良かったです、本当に。みんなにも行ってほしいですね。じゃあ、ちゃんとその魅力は多分ね、今日俺は伝えることできたと思う。できました。うん、できましたかね。できたと思う、うん、と、お兄さんできたよ。できたよお兄さん。できたよお兄さん。今日もできたよお兄さんだよ。新しいキャラクターの誕生。今日はこの都市農業公園の魅力をみんなに伝えることができたよ。できたよじゃないんだよ。ご視聴ありがとうございました。